百八、百八は、日本の木管楽器の一種である。リードのないエアリード楽器に分類される。中国の塔を起源とし、日本に伝来したが、その後空白期間を経て、鎌倉時代から江戸時代頃に、現在の形の素型が成立した。名称は、標準の艦長が一尺八寸、約五十四点五センチメートルであることに由来する。語源に関する有力な説は、 旧当女列伝の、旅祭伝の記事によるもので、7世紀初めの塔の、学人である、露祭が、筒音を12律に合わせた縦笛を作った際、中国の標準音の応式、日本の12律では一列、西洋音階の D の音を出すものが一尺八寸で、あったためと伝えられている。演奏者の間では単に竹とも呼ばれる。英語では、あるいは、とも呼ばれる。 間だけの根元を使い、7個の竹の節を含むようにして作るものが一般的である。上部の歌口に息を吹きつけて音を出す。一般的にテコは前面に4つ、背面に1つある。尺八に似た楽器として西洋のフルートや南米のケーナがある。これらはフィップル、ブロックを持たないエアリード楽器である。尺八の起源として有力な説は、 前述した旧当女列伝の旅祭伝,伝の記事によるもので、当初期の上元年間627年から649年に旅祭600年から665年が考案したというものである。日本には雅楽楽器として7世紀末から8世紀初めに伝来した。東大臣の小僧院には六甲三節の尺八が発巻、収められている。 その後中国では、歌口の傾斜が管の外側にあるタイプの縦笛は断絶し、日本でも雅楽の楽器としての尺八は使われなくなった。歴史上の空白期間の後、鎌倉時代になると一節切れと呼ばれる縦笛が現れた。これは五項一節で間だけの中間部を用いたものである。また、この一節切れは、 武士の足並みの一つとして、大いに武家社会で流行し、北条玄安などもその名手の一人として知られ、所蔵の一節切れが残っている。タラガ帽子などの遊芸人の中に、これを吹いて物恋をする集団が現れた。コモ像と呼ばれる集団がそれで、後に、武家州と結びつき巨無像となっていく。一節切れは、室町時代に中国から日本に渡った禅僧。 足安がもたらしたもので、名手と言われた大森宗君、1570年から1625年が出た後、急速に広まった。一節切れは17世紀後半に前世を迎えたが、その後急速に衰退した。江戸時代には、尺八は、法器、楽器というよりも、宝具の意味合いとして、吹奏に属する虚無像のみが演奏するものとされ、それを、 幕府のハットによって保証されていた。建前上は、一般のものは増えてはならなかったが、実際には尺八をたしなむ者はいた。明治時代以降には、府家奏が廃止されたことにより、虚無像以外のものも演奏するようになった。府家奏は政府により1871年に解体され、虚無像は尺八の師匠などに転じた。 福家し廃止後の尺八会の混乱期に活躍した人物に2代、荒木古道、竹沖那、1823から1908がいる。荒木は、虚無像修行中にこと古流、豊田古道に支持し、福家し廃止後も、尺八の普及に尽力し、こと古流中高の祖となった。尺八の志向位置や歌口を改良したことでも知られ、東京を中心に全国に普及させた。 その門下である初代、河瀬淳介、1870から1959は、近代尺八のその一人と言われ、二代、荒木歩道や東京音楽学校教授の上原、六四郎に支持し、1902年に東京で道場を開いた。関西では、古都、シャミとントの合奏である三曲合奏、外局とも少数の先駆と言われる、近藤宗義。 1821から1867の宗義流、現存せずの中から所生。中尾登山が1896年に大阪で登山儀を創始した。中尾は独自の工夫新作により、自流の曲目を増やし、寄付法、教授法、合奏形式などにも新規軸を打ち出し、近代的な家元制度を整えて、短年月のうちに西日本で門邸を増やし、 琴と古流に並ぶ、尺八界の二大流派の一つに育てた。1920年代には、創曲家の宮城道夫と尺八家の吉田聖風、1891から1950によって、洋楽の要素を取り入れた新しい邦楽を目指す、新日本音楽運動が起こり、音楽研究家の田辺久夫、町田敬成らも同調し、尺八では、中尾登山、福田乱道、 野村影久らが参加して、邦楽の近代化に寄与した。野村は、新進気鋭の尺八奏者、作曲家として、小川正をはじめ様々な音楽家との共演やラジオ、出演、執筆などで注目されたが、1933年に、一家4人を殺して金を奪う事件を起こして、死刑となり、虚無像の怪しさから来る。 悪いイメージを払拭し近代化を進めてきた尺八界を揺るがせ、かつて放棄であった尺八の精神性を見直す機運を生んだ。基本的には2オクターブ強である。用いられる頻度は少ないが、倍音を用いてその上の約1オクターブの音を出すことができる。シンプルな運指においては、陽音階や立音階となる。基本的な運指において、 西洋の十二音音階すべての演奏が可能である。現行の尺八は、だけの根元を使用して作る五項三節のものである。古くは一本の竹を切断せずに、延べ管を作っていたが、現在では一本の竹を中間部で上下に切断して、ジョイントできるように加工したものが主流である。これは、製造時に中の構造をより細密に調整できるとの理由からだが、結果として、 持ち運びにも便利になった。材質は間だけであるが、木製の木管尺八や、プラスチックなどの合成樹脂でできた安価な尺八が、開発され、主に初心者の普及用などの用途で使用されている。尺八の音色と材質は、科学的には、無関係とされているが、関係があるとする論争もあった。尺八の歌口は、外側に向かって傾斜がついている。 原稿の尺八には、歌口に水牛の角、象毛、エボナイトなどの素材を埋め込んである。明治時代以降の西洋音楽の影響により、七項、九項の尺八が開発された。このうち、七項のものは、五項の尺八に比べれば、主流ではないものの使用されている。既存の五項の尺八に穴を開けることでの改造が、可能である。 現行の尺八の管の内部は、管の内側に残った節を削り取り、漆の字を塗り重ねることで、管の内径を精密に調整する。これにより音が大きくなり、正確な音程が得られる。これに対し、股間あるいは、チナシ管と呼ぶ古いタイプの尺八は、管の内側に節による突起を残し、漆地も塗らない。正確な音程が得られないため、 奏者が音程の補正をする必要がある。古典的な本曲の水槽では、この一つ一つの尺八の持つ個性もその魅力となっている。尺八の手口をすべて塞いだ時の音を筒音と呼ぶ。これはその尺八で出すことのできる最低音である。標準の尺八は日本の十二律で一個し、D4 の筒音を持つ一尺八寸間である。ついで、 春の海などで使用される一尺六寸間、筒音 E4 や二尺四寸間、筒音 A3 などが使用される。長さのバリエーションは半音分ずつ寸刻みで一尺一寸間から二尺四寸間も存在するが、標準的なものに比べ使用頻度ははるかに少ない。尺八はフルートと同じく奏者が自らの口形。 アンブジュアによって吹き込む空気の束を調整しなければならない。リコーダー、いわゆる縦笛は、歌口の構造、フィップル、ブロックによって、初心者でも簡単に音が出せるが、尺八、フルートで音を出すには、熟練が必要である。尺八は、手工、思考が5個しか存在しないため、都節音階、七音音階や十二半音を出すために手工、 思考を反解したり、メリ、カリと呼ばれる技法を多用する。唇と歌口の鋭角部、エッジとの距離を変化させることで、音高、音程を変化させる。音高を下げることをメリ、上げることをカリと呼ぶ。メリ、カリの範囲は、解放感、指で、手甲を抑えないの状態に近いほど、広くなり、メリでは、最大で半音四個分以上になる。通常の演奏に用いる範囲は、 メリで二半音、狩りで1半音程度。奏者の動作としては、楽器とした顎、下唇よりやや下との接点を支点にして、顎を引く、沈めるとメリになり、顎を浮かせると狩りになる。メリ、カリ、つまり顎の上下動、縦揺り、あるいは首を横に振る動作、横揺りによって、一種のビブラートをかけることができる。この動作を揺り、揺り、顎揺りと呼ぶ。 フルートなどの息の流量を変化によるビブラートとは異なり独特のツヤを持つ双方である。フルートと同じく息の流量を変化によるビブラートも使用される。息売りと呼ぶ。手口、兵隊半壊開動作を滑らかに行い、さらにメリ、カリを併用することにより滑らかなポルタメントが可能である。これをすり上げ、すり下げと呼ぶ。 音光の上下を細かく繰り返すコロコロというものもある。高校内の形状変化や流量変化等により、倍音光性はよく通る音色や、丸く柔らかいものなど、適に変化させることができる。尺八の水槽人口についての本格的な調査は、されておらず、正確な人口は不明である。推定では3万人程度と言われている。古と古流は、江戸時代に、 初代、黒沢こと子、1710年から1771年によって創始された。初代は俗名を、高八といい黒田藩の藩士であったが老人となり、江戸へ出て一月時、霊法寺の復子を指南役となった。108曲の整理を行い、全十六曲のこと子流本曲を制定した。黒沢こといにへの名は三代で途絶えたが、こと子流は、その後、吉田はじめ町、 荒木古道らにより流星を築いていく。ことこ流は、大小いくつもの組織の総体であり、ことこ流として、統一した組織を持つものではない。都山流は、明治期に、初代、中尾登山が創始した流派であり、吹家衆とは直接のつながりを持たない。宮城道夫と提携し、宮城作曲の尺八符の交換を独占したこと、表現性の導入など中央集権的な、 組織作りを行ったことなどと三流は尺八界最大の組織となった。昭和50年前後に三派に分裂している。上田流は、都三流を除名された、上田香る憧れが1917年に創始した流派である。上田は、五千譜、七甲尺八などを導入し、尺八の近代化に努めた。また、長唄に多く、手付けを行った。 五千府の採用は途中で断念したものの、七公尺八に関しては、上田草案のものが現在でも使用されている。現在は、上田流尺八道と称している。竹穂流は、堺井竹穂が1917年に創始した流派である。宗吉流の流れを組み、譜に、露呟地ではなく、不法 AI を用いる不法歌を用いている。 尺八で演奏される楽曲は多岐にわたっている。尺八の楽曲分類で大きなウェイトを占めるのは本曲と外曲という対概念である。本曲はその楽器のみによる楽器本来の楽曲を意味し、外曲は他種目の旋律をその楽器用に編曲した楽曲を意味する。元々の本曲は不け中で不機前に使われた曲を指していたが、 1871年の吹奏廃止後は宗教音楽とは無縁な尺八のみの独奏曲や重奏曲も本曲と呼ばれるようになった。これらの比較的新しい本曲と吹奏で吹奏された競技の本曲を区別するため校舎を特に古典本曲と呼ぶことがある。江戸時代に虚無像が吹いた本曲は古都古流本曲を含め150曲余りが 伝承されている。これらは宗教音楽として成立し、作者、作曲年代ともに、基本的に不詳である。広崎の根沢佐波金風流、浜松の広史大事の流れを組む名古屋の西園流、京都の明安寺の明安新法流と、明安大三流、博多一長剣、越後明安寺、東北地方の保定剣、松岩尾剣などの伝承である。これらの本曲は、 宅発のため諸国を往来した虚無像により伝播された。全国の寺院で伝承される本曲には同盟異曲が多くある。霊母、三谷、鶴の巣ごもりなどは本曲の代表的な曲名であるが、曲によっては10種類以上の旋律の異なるものが伝承されている。宗教音楽としての本曲は、各地の本曲を収集した黒沢琴井西へのこと古流本曲。 西園流を学び明治期に、明暗退三流を起こし、明暗協会の最高に尽力した、日口大山、1856年から1915年の系統をはじめ、各地において明治維新後も伝承されたものが、現代においても、血脈を保っている。古都古流本曲は、古都古流の始祖である初代、黒沢古都西江が、日本各地の虚無掃除に伝わる楽曲をまとめ、 本曲として制定した三十六曲である。不記号書の指南役であった、初代琴井西ニは、これらの曲の富士や終曲順の整理を行い、宗教音楽を離れたことこりゅうの基礎を築いた。代表的な楽曲には、百二十三八返し長、皮膚三八返しの調べ、鹿の遠根、双角、霊母、鶴の巣ごもりとも言うなどがある。山口五郎によって演奏された、本曲。 角、総格、霊ボは、日本の楽曲としては唯一ボイジャーのゴールデンレコードに収録され、ボイジャー探査機に搭載されている。中尾登山らが作曲した現代曲、尺八独奏曲、または尺八二重奏曲を指す。江戸時代の地歌では、三弦、三味線、奏、呼吸の合奏が行われた。これが三曲合奏である。明治維新以降、 呼吸の代わりに尺八が加わることが多くなり、現在では尺八入り三曲合奏の方が一般的に普通に行われる。一部の著述では呼吸入り三曲合奏がなくなったような記述も見られるが、それは全く根拠のない発言であり、現在でも呼吸入り三曲合奏は少なからず行われている。江戸時代にも尺八とことや、 三味線の合奏は行われていたと考えられるが、尺八が吹奏の手から離れ合奏が解禁となったのは吹奏廃止後のことである。現在では通常は三曲合奏といえば尺八が入るものを指す。古典的な三曲合奏では、尺八の手付けは三弦の手をべた付けで尺八向けに編曲したものであった。こうした三曲の一員としての尺八は、 西洋音楽の影響を受けた明治新曲や春の海で知られる宮城道夫などの新日本音楽を経て現代邦楽と呼ばれるジャンルを形成するに至った。三曲系の演奏者の間では古典的な自歌奏曲を古曲、宮城道夫などの明治期から戦前までの楽曲を新曲、それ以降の楽曲を現代曲と呼ぶこともある。 多くの民謡の伴奏に尺八が使用される。特に、追い分け、孫歌の伴奏には、尺八が多用される。エサシ追い分けでは、尺八の伴奏が必須となっている。1960年代から、尺八は、クラシック音楽の現代音楽で使用されるようになった。1964年にニューヨークフィルハーモニックと、尺八の横山克也。 サツマビアの流れを組む鶴田隆の美和奏者鶴田金氏のために作曲された竹光徹のノベンバーステップスは反響を呼んだ。1963年村岡実、横山克也、宮田幸八郎によって作られた東京尺八三十相談の第二回演奏会で演奏された三木実作曲クルダンド天海の旋律によるカンタータを契機として 東京尺八三十相談を発展的に解消し、日本音楽集団が結成された。創立メンバー、三木みのる、長沢勝利、作曲、田村拓夫、四季、打楽器、村岡みのる、横山勝也、宮田光八郎、尺八、坂井俊子、宮本幸子、宋、杉浦博和、三味線など14名である。1964年に結成された。 その後、小野坂恵子が入団し、三木実と、それまでの十三幻想を発展させた二十幻想。その後二十一弦となるを作る現代邦楽の可能性を広げていった。またこの頃より、楽器改良が進み、宮田光八郎を中心に、多孔式尺八、主として七孔が作られ普及していった。1964年には、山本国山、横山勝也、 青木玲吾らによって、尺八三本会が結成され、かなえ、風堂、尺八三十奏曲など、多くの尺八合奏曲が移植作曲された。尺八の大衆化を目指し方角の世界を離れて、歌謡界に進出した村岡実が先駆け、三空ひばりの、や原、ら、北島三郎の、予作などの歌謡曲のヒットで尺八が脚光を浴びることになった。 尺八奏者の山本国山ジャズなど別ジャンルとのセッションも数多く、試みた。現在では、藤原道さんザ残、中村人志樹、遠藤大本、上永大輔、大仙紀前、山口聖萌などのアーティストが活躍している。尺八を制作することを青寛といい、尺八の制作者のことを一般的に青寛師と呼ぶ。昔は、尺八は、 吹くこと、作ることができて、初めて、一人前とされ免状が手渡されていたが、明治頃より次第に、専業の尺八聖官士が現れ出した。専業の聖官士の他にも、尺八奏者が自ら尺八を制作し、本人や弟子が吹く吹き量にする場合もある。聖官士の中には、出身流派や師匠と結びついているものもあり、その流派専属の聖官士もいる。 尺八奏者の中には、この生還を趣味とする者も,もいる。尺八は、竹でできているため、気候や、室内の乾燥によって、割れることがある。また、蓄材の最終時期が悪かったもの、油抜きの未熟なもの、天日干しが不十分なもの、保管が劣悪であるものなどは、ちびたけなしんくい虫や、噛み切り虫などの虫被害に見舞われることがある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。